俺はテツ、大学近くのとあるファミレスでバイトしている。おー、かすみちゃん、お疲れ。お疲れ様です。あれ、髪ちょっと切った？いいじゃん、こんくらいが似合う似合う。私そういえば買い出し頼まれてたんで失礼します。あ、おお、たくかすみはシャイすぎんだよな。バイト仲間なんだし、もっとフランクに接してくれればいいのに。よで、この間もてつさんがさ、お上司たちが俺の噂話か。やれやれ、モテ男は罪だぜっと。そうそう、私もずっと気になってたでしょ。もうほんとてつさんってマジでないわ。何かと髪とか肩とかペタペタ触ってくるし、おめえにおさわり許可した覚えないっつの。あと仕草がキモい、前髪かき上げんな。なかなかの距離の近さだよね。女子バイト全員一度はデートに誘われてるしね。聞いたことないけど。髪は女の命、ましてや勝手に触るとか最悪でしょ。普通にセクハラ被害としても柳店長にさっき相談したのよ。それで変なことやめてくれればいいけど。というわけで、女子社員とバイトの子複数人から相談が来ている。今後そういう迷惑な行動は慎むようにな。はい、以後気をつけます。てつ、お前そんなことやらかしてたの。結構なら入ってるよな、その顔面レベルで。くっそーくー、なんだあの女ども。俺がわざわざ異性として扱ってやったっつーのに。店長もまんまとセクハラの単語に引っかかりやがって。俺をセクハラ扱いしてたので済むと思うなよ。もうみんな休憩で外出してんのか。帽子だけ残して。うわー、何が髪は女の命だよ。せいぜいあいつら丸坊主になっちまえ。ただいま。投資営業の日はきついわね。今日は近くでイベントもあるし遅い時間が混むかもね。昨日はやたら餅パフェのオーダーが。いやだ。なんだ、ロッカー室の方から独特な悲鳴。え、帽子の中にガムが。なんなのよこのいたずら。いたずらにしちゃタチ悪すぎない。取れないし気持ち悪いよ。外から誰か出入りしてたか。こっちで特に不審者は見かけてないですけど。なんだろう、僕が騒がしいね。いたずら不気味っすね。とにかく髪のガムをなんとかしないと。近くの美容院が腕も良くて頼りになるからすぐ行ってきなさい。はい、店長ありがとうございます。かすみ、クロフは早く行こう。柳さんから電話もらって話は聞いてるよ。ガムか、安心して、こういう時はちゃんと取り方があるんだよ。本当ですか。切らなくても取れるの。シャンプーとオイル、ブラシを用意して、これをこうしてこうじゃ。すぐに取れた。あんなにべっとり絡まってたのに。翌朝、あの美容師さん本当頼もしかったです。笑顔も素敵ね。今度改めて切りに行きたいかも。浩二君いいよね、うちは家族でお世話になっていて。お、誰も髪を切らずそのままだと。そんなバカな、あんだけべっとりついてたのに、なんであっさり取れちまうんだよ。くっそー、人がせっかく考えた計画を。浩二とかいう美容師め。休憩入ります。たく、クソみたいな日に限って夕方まで混むよな。そら一人疲れて寝てんのか。よだれ垂らしてだらしねえな。むやぴー、ガムがダメならいっそ直接。今なら休憩は俺たちだけで好きだらけ。やるる、よくも俺をバカにしてくれたな。失礼します、今月の勤労状況は。あれマネージャーさん、もうそんな時間。おお、いきなり動くなよ。貯金キラビー、また独特な悲鳴が。今度はどうした。見たわよ、女性の髪を狙うなんて最低ね。違うんです、そんな本当にこんなに切る気はなくて。じゃあなんでハサミを手にソラさんの髪を触っていたの。大体なんで今日に限ってマネージャーが来るんだよ。お前やっぱりいつものごとく聞いてなかったんだな。オープン前のミーティングで伝えたはずだが。ねえ、まさか昨日のガムもあんたがやったんじゃ。けど美容院代と精神的苦痛の分きっちり払ってもらわないとね。ごめんなさい、だってお前らが俺のこと言いたい放題言うから。あら、それはごめんなさいね。お詫びにいい美容師さん紹介するわよ。目には目を、髪には髪をで誠意見せてくれるよね。
その後、いやさっぱりしましたね、何よりです。しかし今時なかなかできませんよ、謝罪の意を示して自ら坊主頭なんて YouTuber みたい。あーはい、そのだってあの後店長からも本部マネージャーからも詰め寄られて死ぬほど怖かったんだよ。これまでもお客様へのナンパ行為や問題行動の報告ありと相応の責任は必ず取っていただきますよ。結局ガムの時の美容院代も請求されたし、さらに後日、テツさんその頭お似合いですよ。本気？ほんとほんと、キリッとした好調そうな眉が生きたって。というわけで今日をもってテツには職場を辞めてもらうこととなった。結局クビか、これからどうしようかな。テツさん、ロッカーにある私物はもうまとめた？そうよ、忘れ物ないように気をつけなさいよね。たく、みんなさりゆく俺のことを気遣って。それとももしかしてよろし、こっちは二度と顔も見たくないから忘れ物されると地味に困るんだよね。うのさん、スピシャー助けにあげよう。ところで空の切られた髪はというと、これくらいならちょっと揃えて軽く癖つけてどうかな。素敵、ありがとうございます。またすぐに伸びてくると思うから、その時は相談してね。てなわけで例の美容師の大活躍で終幕。その後の俺はというと、数々のやらかしがネットに写真付きで晒されたのだった。ちぐじょう、顔が割れてて次のバイトも決まんねえよ。私が晒しまして